ボヒロット・ポーランド航空5055便墜落事故は、1987年5月9日に、ロット・ポーランド航空のイリューシン 2-62M が、ワルシャワ郊外のカバティの森内の自然保護区に、墜落した、航空事故である。事故機は、タデウシコシュシコと名付けられていた。事故機は午前10時18分に、ワルシャワ・ショパン空港を離陸。 ニューヨークのジョン・エフ・ケネディ国際空港へ向かった。10時41分、高度8200メートルでエンジン火災を起こした。パイロットは、異常を感じ緊急降下、最寄りのグダニスク空港に向かおうとしたが2-62の着陸には、最大107トン以内でなければならず、離陸時に167トンの航空燃料を、 積載した動機は10時41分までに6トンしか燃料を消費していなかったため、機はワルシャワに向かった。エンジンから荷物室に燃え広がった火災は、最後の数分には客室まで広がったと見られている。パイロットは一旦は軍用飛行場であるモドリン空港に向かおうとしたが機体火災への対処や医療機器の充実しているワルシャワ空港へ飛び続けた。 機体火災は急速に広がっていた。当時の軍人の間には旅客機が軍用飛行場に緊急着陸してはいけないと信じられており、公式報告書によれば、モドリン空港は緊急着陸許可の要請を拒否したとしている。10時53分、荷物室で爆発が起こった。この原因ははっきり断定されていないが、 燃料タンクから漏れた蒸気が充満しそれが爆発したものと見られている。乗客は緊急事態を悟っており、ある乗客は、聖書の最初のページに9.05、1987、ザ・プレーンズ・ダメージド、ゴッド、ホワット・ウィル・ハップン・ナウ、ハリナ・ドームラー家、アール・タゴール・ストリート、ワルソーと書き残した。パイロットは、ワルシャワ空港に、南から、 緊急着陸を試み、33番滑走路での着陸を試みるため180度機体の方向を変えたが、機体の燃え広がりは急速に進み、機体は炎や黒煙に包まれていた。電気系統の故障から緊急時の燃料投機システムは故障し、墜落の瞬間、機体には32トンの燃料が残っていた。十一時九分、高度四千九百フィート。 時速4 8 0トルで空港までおよそ1 0トルのところで左旋回した。ピアセチュノの街の上空を通過した際に機体は不ゴイド運動をしていたという。最後の瞬間、機種は左に11度傾き、12度下に向いたまま時速4 8 0トルで地表に激突した。機種は地表に激突した際に潰れており、 機体の残骸は370メートル50メートルのハミーに散乱した。コクピット内のボイスレコーダーには11時12分13秒に、ドブラネッツ、ドゥビーダゼニャ、チェンチ、ジニャミーという言葉が残っており、これがボイスレコーダーに記録された最後の音声だった。直後の衝撃音で録音は終わっている。この事故で幼児1名を含む乗客172名、 11名の乗員全員が死亡した。事故直後に消防隊員が現場に向かったが、消防車が大きく森の中を通ることができず、現場にたどり着くことができなかった。この日は晴れて暖かく多くの市民が休養のためにカバティの森を訪れており、事故後に現場に向かった。公式報告書によると略奪も行われたと記録されている。 しかし、いくつかの非公式の報告書によると、現金や貴重品の略奪は後に行われたと、報告されている。例えば、ハリナ・ドームラー家のパスポート、遺言書、写真、メガネは現場から発見されたが400ベドルや1万ポーランドズオティは、見つからなかった。墜落による火災は地表にも燃え広がったが195名の、消防隊員によって12時までに消し止められた。 事故後183名の遺体が収容されたが62名は個人の特定ができなかった。現場の様子上院は全員死後表彰され、基調はポーランド復興勲章を受賞した。上院の国葬は5月23日に行われ、下記のポーランド航空007便墜落事故で、亡くなった上院の墓から100メートル離れたところに墓が作られた。 事故から2日後の日が猛に服する日と定められ、ローマ教皇のヨハネ・パウロ2世を、はじめ多くの皇人が犠牲者の家族に対して、弔意を述べた。ポーランドの事故調査委員会は、事故原因を7年前に起きた、ロット・ポーランド航空007便墜落事故と、同様に、第2エンジン内のベアリングの金属疲労による、エンジントラブル、メカニズムの欠陥であると結論付けたが、 ソビエト連邦のエンジニア、デザイナーはこれに反論している。事故調査委員会による報告は、モスクワに送られたが受け取りを拒否され、ソ連のエンジニアは、パイロットのミスが原因で、エンジンにトラブルが発生したと報告した。ソ連側の圧力にも負けず、ポーランドの事故調査委員会は、意見を変更せず、最終的には、ソ連のエンジニアや、政治家は、 自己責任を認めた。事故直後、ポーランド航空は2-62に変わる。新たな航空機を購入することはできず、2-62に回収を施した。回収のポイントはなどであった。1989年の東欧革命後、ポーランド航空はボーイング767の購入を始め、最後に残った2-62は1991年に、 ウクライナに売却された。機体が墜落した現場は3ヶ月で綺麗にされた後、新しい木が植えられた。現場には黒い十字架のある記念碑が建てられており183名の犠牲者の名前が記されている。1987年以降、ワルシャワからアメリカ合衆国への航路は変更されておらず、現場上空を通過するが、 その際上院は1分間の黙祷を捧げ続けている。ありがとうございます。